はい、皆様こんにちは、こんばんは、てるてる百貨店になります。今日はまたゲーム実況って形でロブロックスをやっております。今日はじゃあご紹介するのはこの真ん中にあるね、ゾンビのね、ゾンビ系の、シューティングゲームになります。じゃあこちらやっていきましょうかね。はい、こんな感じのゲームです。じゃあやっていきましょう。クラシックゲーム、レベル10のみ、レベル 25のみという形でね、いろいろ選択できるみたいですね。銃弾とかね、いろいろあるみたいですね。じゃあ遊んでいきましょうか。まあこんな感じでね、ゾンビを倒していく感じですね。つけないとね、後ろにいる可能性があるんだよね。やっぱりね、こういうね、シューティング系とかね、そういうゲームの鉄則ですね。高いところに登ると、なんすかね。ラウンド3、夜明けまで生き延びろと。なんか今向こうの方に大量いましたね。まあこれね、何人かでねプレイしてるんでね、まあ、そんなに頑張んなくても。じゃあ私も少し行きますかね、外の方に。じゃあ出れないみたいですね。ここにレールガンがあるみたいですね。なんかね、ロブロックスのゲームの割にはね、すごくクオリティ高いっすよね。ラウンド4ですね。ラウンド4になるとあれですかね、走るのが速いゾンビが出てきますね。私ね、レベルまだ低いんでね、始めたばっかで。あ、やばい。あ、びっくりした。誤ってね、味方を今勘違いしちゃいました。
ベル5になりましたね。あっち側は違うでなってくれてるみたいですね。ラウンド5ですね。やっぱりみんなね、鉄則なんすかね。ラウンド5ですね。まあ、こんな感じでね、このねシューティング系のゾンビ系のシューティングゲームというふうになっております。はい、こんな感じでね、ロブロックスのゲームを、実況中継ということでご紹介をしておりますので、よろしければチャンネル登録、またねこの動画良ければ高評価お願いします。はい、今日は、ゾンビ系のシューティングゲームのご紹介になりました。テスリ百貨店でした。バイバーイ。